インフィニティは磁気型 QX60 のデザインコンセプトモデル QX60 モノグラフを公開した。2021年の発売が予定されているが、残念ながら日本では発売されない。北京モーターショー2020と日産グローバル本社神奈川県横浜市において公開されたこの QX60 モノグラフのデザインについて、一部報道陣向けにプレゼンテーションが行われた。インフィニティ QX60 モノグラフ。モノグラフとはディテールも含めたデザインスタディという意味とは、インフィニティグローバルデザイン担当シニアデザインダイレクターの中村泰介氏の弁。2021年に QX60 のプロダクションモデルを準備しており、事前にそのエクステリアデザインを紹介したもの。このモデル自体はそのままプロダクションモデルになるというわけではなく、非常に近いものと捉えて欲しいとこのモノグラフのポジションを説明。そして現行の QX60 は非常に好評で、インフィニティのブランドの中で大事なモデル。その現行車の良いところをキープしながら消化。その上でもっと車としてのロバスト、強い感じにしようと、キーワードをコマンディングプレゼンスとしたという。その結果、より SUV らしいタフな感じを持ちながら、インフィニティとしてのエレガントなスキンをまとったデザインになったとのことだった。インフィニティ QX60 モノグラフ。 QX60 モノグラフはフロント、サイド、リアとも非常に整理されたグラフィックを持っていると中村氏。インフィニティが以前から用いている特徴的なダブルアーチモチーフのフロントグリルと、デジタルピアノキーシグネチャー、ヘッドランプ状の部分など、ハイテクと融合させたフロントデザインだ。そしてそのデジタルキーシグネチャーが自然に強いホリゾンタルなショルダーラインに流れていると述べ、同じくデジタルピアノキーシグネチャーを使ったリアコンビランプにつながっていることを示唆。そのリアコンビランプも左右をつなげ、車を一周回るように非常に長い線、長い動きで車を大胆に見せるという手法をとっていると、このショルダーラインが大きなポイントであることを説明した。また全体は車としてベースを強く表現することでグッドスタンスとした。さらにタイヤの大きさやボディの厚みによるしっかりとした表現とともに、キャビンのルーミーさがエクステリアからもわかるように、なるべく水平に広がったグラフィックを採用。同時に D ピラーの一部を窓にすることで、なるべく長いウィンドウグラフィックを作っていると説明。その結果、すごくルーミーで強い SUV だが、エレガントさも表現していると中村氏。インフィニティ QX60 モノグラフルーフラインも後ろに向かって少しスロープしているが、現行の QX60 の良い部分である室内の広さは新型でも十分に確保しながら、ルーフの大きな動きを作ることでよりダイナミックさを表現。ルーフラインとボディとキャビンの境目となるベルトラインを後方に伸ばしていった。先の交差する点、バニッシングポイントをすごく遠くに取ったので、遠くから見ると車全体がスリークに見える。その結果、室内が広くて大きな車なのだが、エレガントさとダイナミックに見えるのがサイドビューの特徴だと話す。今回のコンセプトモデルに塗られたプラチナムグローというカラーはリキッドメタルで、外の景色やリフレクションをよく拾うもの。ボディ断面やスカルプチャーを非常に強く見せる効果を持っているという。下を向いている断面は床部分の色を、上を向いている部分は上の光をよく拾い、かつ光を受けるとわずかに入っているゴールドのフレークが微妙に面の色を変え、すごくリッチな感じに見えるとカラーにも特徴を持たせていることを語った。
インフィニティ各種。真ん中が2代目 FX インフィニティ全体のデザインについて、中村氏はこれまで割とユニークな車を作ってきたと振り返る。インフィニティの初代となる Q45 は日本でも販売したもので、ものすごくシンプルで新しいラグジュアリーの価値にチャレンジしようと、ジャパンオリジナルというコンセプトでデザインしたと述べ、欧州の高級車と比べると車としてのデザインのアピールの仕方が違っている。とてもシンプルで飾りもあまりなく、ラジエーターグリルもないという特徴的な車だが、それがエアロダイナミクスに効くなど高いパフォーマンスを持つ車だったと紹介。またインフィニティ FX の2代目は、日本のシンプルなミニマリズムが Q45 だとすると、 FX はそれをもっと強くアピールしたものと中村氏。カテゴリー的にも FX は SUV とクーペのクロスオーバーというこれまでなかったカテゴリーを作った。そのデザインもシンプルな中にものすごく強い表現ができている。ボディは割とプレーンな面が多く、タイヤの大きさとフェンダーの強さだけで表現。ストレートでホリゾンタルなショルダーとベルトラインにより、少ない要素の中で強さやエレガンスさを表していると解説。これはインフィニティの財産だと思っており、このように今までやってきたことを見ながら、時代がどんどんモダンになっていく中で、今のインフィニティから新しい時代に少しずつトランディションしていく。その過程にあるのがこの QX60 モノグラフだと述べた。インフィニティ QX60 モノグラフ、実はこういった流れは2018年頃から見られたものだ。いくつかの商家を発表しており、車のタイプなどは全然違うが、よく見るとボディサイドのショルダーのテーマは Q インスピレーション、 QX インスピレーション、 QS インスピレーションの全て共通の考え方でデザインしているという。それぞれフロント、リアフェンダーの作り方が異なっているので、同じに見えないかもしれないが、水平な折れのラインからフロントもしくはリアは QX インスピレーションのみに向かって、その折れを挟む上下の面が円錐、コーン状に広がっていくショルダー形状となっている。これはインフィニティらしいエモーショナルな部分をよりモダンでクリーン、ピュアに表現していくという新しい世代の表現と説明。インフィニティのデザインはいろいろなスカルプチャーを入れることで、光を受ける面や影の面、 S セクションと呼ばれる面、ボディの断面が S 字状になっているなど、ある意味濃い味の表現をして今のラインナップを作ってきた。しかしそこから一歩抜けて、日本のシンプルで強い塊感を表現できないかを過去の車を見てしみじみ思っていた。そこで過去にやってきた良いことと、今時代として求められているシンプルでシームレス、ハイテクな感じを入れた結果、QX60 モノグラフのデザインになったと思いを語った。